えー、ジョニー・デップが、えー、泥酔状態でイベントのスピーチに出席、アメリカのテレビがで放映され、批判が出てるとの報道がありましたが、俺これ見ましたよ。でも、あの、男前って何しても男前っすよね。<laughs> <laughs> なんか思ったけど、なんか放送機にしようことかめっちゃ、言ってたんですよね。なんか、何ですかこう、スタートしてどうなんだとかっていう批判とかも出てたんでしょ でも、いいんじゃないですかなんか、俺もうすげえなって、こう、なんでしょう、自由に生きてる、この、スターというか。まあ、人前に出るんだから、っていうところはあるのかもしれないですけど、だってもう、ジョニー・デップぐらいになったらもう関係ないやん、もう。っ <laughs> て思う、僕はかっこいいなと思いましたけど、まあ、僕はもう絶対できないですけどね。 あんなんやったらもう即刻首ですけど。<laughs> <laughs> 何考えてるんだっていうね。いやだからね、えー、この番組を一度ベロベロ状態やってみませんかベロベロの状態を録音してそれを聞くっていう企画でもいいかもね。多分使われへんと思うけどね。<laughs> <laughs> なんかね、あのー、どうなんねやろう俺。でも楽しくはなるから、上舌になるんですよ、あと。だから、 この、スピード感は変わっちゃうと思う。喋るスピード感とか。でも最近、あの、記憶なくすこと、記憶なくすまで飲むっていうことはないんですけど、なんかね、記憶はあるのに足元がお,おぼつかないとか。あとこう、メールしてるんですけど、メールがなかなか打てないとか。<laughs> <laughs> 俺あの瞬間俺もポンコツやなーって思いますよ。 あかんな、これって。でも次の日ちゃんと覚えてるんですよ。メールちゃんと打たれんかったなーとか思いながら。あの、寄ってる人ってメールまでろれがおかしいじゃないですか。ろれ <laughs> 回ってないぞっていう。えーえー、では、メールを紹介したいと思います。えー、ラジオネーム。えそのみえー、札幌ドームのライブお疲れ様でした。お疲れ様でした。 札幌のエイターとしては年に一度の貴重なライブでした帰ってからも余韻に浸っていますトークもタッチョンを8割下ネタって言ってましたがいつも楽しませてくれてありがとうトークは会場によって違うみたいですがトークのリハーサルってするんですかこれがね全くしたことないですよね一回も打ち合わせとかもないしだからどう転がるかわからないっていう あのー、僕も楽しみにしてるとこなんですよ。だからこうやって、ラジオとかでも大体こう流れが決まってたりするじゃないですか。企画があったりしてね。でも全くのフリートークだから。もう札幌の MC ひどかったっすよ、本当に。ほんまにね、あのー、まあグッズの話になったんですね。で、今回のグッズが、あどうなんだとか、あのー、 このグッズどうだったとかいつもね女の子ってどういうのが欲しいんだろうとかっていう会話になるんですよみたいなでグッズ決めるときっていうのはその担当の人が女性だったりするんで女性だったらこういうのが嬉しいかなと思いますとかっていう候補を持ってきてくださったりしてまあ、その中選ぶ時もあるし自分らの意見で、えー、なんか作りたいとかっていう時もあるしっていう中なんですけどいっつもねあの渋谷さんがふざけて えー、関ジャニエとオリジナルブラジャーとかね。なんかもう、むちゃくちゃなこと言うんですよ。例えばその関ジャニエとオリジナルソロとか。もう誰も欲しないやろとかっていうのを <laughs>。で、それを、あのー、ふざけて言ってるんですよ。その場はすっごい盛り上がってんですよワ。ワイワイしながら。で、またその話を横山さんがフるからブラジャーとかっていう。欲しいのとかって言ったら、意外と札幌のエイターの方が、 欲しいみたいなことになり、ブラジャー話ばっかりで、いや、だ女性がね、多いからいいと思うんですけどね、お子さんもおるし、親子で来てる方もいるしって中で、このままでいいのかって思いましたけどね。いやでもだからどうやってこう転ぶかわからないっていう、なんかやっぱり流れで、あの、 変な流れになってバーンって盛り上がる時とかっていうのもあるんですよ。だから MC って大体時間をね、これぐらいにしましょうかって決めてるけど、あのー、それよりも全然伸びる時もあるし、っていうので、だからね、あのー、みんながどんな生活してんだろうとかっていうのも MC で聞けたりするところでもあるし、結構楽しみな時間ではあるんですけどね。 だからリハーサルはしないですね。うん。続いてまいります。えー、埼玉県リオ地、えー。私は早朝のコンビニでバイトをしているのですが、えー、お客さんの長話にどういう反応を取ればいいか困っています。えー、もちろんお話ししてくれることは嬉しいのですが、えー、ある時は旦那の DV の話、うん。ある時はおばあちゃんの一人暮らしの食生活の話など、私もあまり話が得意の方な、 ほうではないので、どういう解消すればいいかわからず、そうなんですかと、そっけない子みたいになってしまいます。大倉くん、うまい切り抜け方を教えてください。これね、だいぶ、ハードな相談されてるね。でもね、ないですよ、こんな切り抜け方なんて。あの <laughs>、まず、あ、ジャニーズウェブにも書いたけど、タクシー乗ってたら、たまーにあるじゃないですか。 それがね、あの、今日いい天気ですね、とか言って言うぐらいだったら、本当ですね、とか言って。で、こういう日だったら、ね、あの、お客さんとか捕まりるんじゃないんですか、とか言って、そうですね、みたいなぐらいな感じだったんですけど、今日はなんか、デパートがセールやってるみたいでね、みたいな。ああ、そうなんですね、って言って。でね、あの、うちの運がね、あの、今日車出せる。 って聞くんですよつってで「私は今日仕事でなくちゃいけないからあの今日は出る日なんだよ」っつって「じゃあ何あんた使えないわね」みたいなことを言うんですよ「へえってでね今日は娘が来てるからねあのなんかねごちそうね家で作ろうと思ってね「はいそうなんですね」っつって。 元々のその人の背景全く知らんのに、娘が出てきてるっていうのとかすごい気になるんですよ。東京にもともとおって娘がどっかに行ってるのか。でもそれをまた聞いたら、話長くなっちゃうから、そうなんですねっ、つって。で、あのその娘がね、とかって言ってる最中に僕も到着地に着いちゃったんですよ。俺悪いなと思いながら、 あの、これ、その最後まで聞いた方がいいのかでそれやったら俺到着からちょっと離れたとこから歩かなあかんしとかいろいろ気遣って、で、娘がね、とか言っ,言ってる最中に、あ、すいません、この辺でいいです、つって、あ、そうですか、つって、いや、あの、お気をつけて、みたいな、ありがとうございます、つって降りたけど、娘が気になって気になって、どうなった娘とか思いながらでしたけど、 でもね、一番、あのー、いいのは、ヘラヘラしてるってことですね。僕はもともと、笑い情報のとこがあるんで、人の話とかっていうのが、何でも面白い話に聞こえちゃうんですね。なんかよく、あのー、長島リーダーとかから怒られるんですけど、<laughs> 大倉君笑うとこちゃうね、それ。とかい、すごい言われるんですけど、ほんま君は人となんか、ツボが違うなとか言われたりして、 でも、あの、それはリーダーがほんまに何喋って面白いからなんですけど、<laughs> 一番いいのはやっぱりヘラヘラしてるっていうことです。DV の話はヘラヘラできないね。の時は、うーん、えぇ、そうなんですか、っていう空気を合わせるってことじゃないですか。話してる人のテンションの。おばあちゃんの食生活の話されててもおばあちゃんのテンションに合わせるとか。でも、 やっぱ自分にはやっぱ無関係な話だったりするわけじゃないですか。その人らも、多分、誰かに話すことで気が楽になったりとか、話す、相手がいなくて寂しくか話すとかってくらいだから、うーん、親身になりすぎんのもやっぱりね、嘘になっちゃうからね。だから、はっははははって言ってんのが一番いいす。はっははは。ははっ嫌やな。<laughs> 俺そうやって切り抜けてんのかなってこれから思われんの嫌やな <laughs> はいえこんな感じで僕にメールをくださいどんなことでも OK です